この回転が入るので響きますね。はい、こんにちは、白川龍です。そしてジークンドマスターのヒロ渡辺先生です。1回目は先生の純ファングーフー教えていただいたので、ぜひ皆さん1回目の純ファングーフーご覧ください。で、2回目はですね、ジークンドーの、はい、いろんな技を私受けたんですよ、はい、ワンインチパンチだったり、あとストレートリード、まあ、はいはいはい、おしゃべりフックとか、はいはい、とサイドキックとか、まあ、道具にね、いろいろ、ね、はい、道具暴れてきたからね。でもやっぱりあの技を受けると、すごい自分でもすごく勉強になって、いろんな情報量を得るの。そうね、情報を得るってことは大事ね。それでまあ、特に経験、はい、ね、いろんな経験をするとすごくそのいろんな情報を得て、それをこう吟味して自分の身にしていくっていうことは、まあ、特にこれからの時代大事かな。特にジークンドーさんものすごい直線で速いじゃないですか、うん、そういうのって合気道にない動きですもんね、うんうん、フェンシングなんでね、ジークンドーは。ジュンファングンフーは英春拳がベースで、ね、ボクシング入ってるけど、ジークンドーはまずフェンシングがベースになって、そこに近づいていくと今度ボクシングのセオリーが入ってくる。まさに現代のこの素早さですよ、フェンシング、ボクシングですから。西洋的だね。でも速さはすっごいですよね。スピードが命だってどうなんですか、うん、言われてたんで。いわゆるこう日本武道との考えですよね、違いです。日本はやっぱ 武器があって、うん、武士の刀を帯びているっていう戦いから、うんうん、西洋はこうスポーツ文化でさらにそれを。もともと西洋もほら中世でいろんなね、こんな発揮して、ね、あのバスターソードとかでやってたわけで。だからジークンドーもその中のレイジアっていうやつ。はい、とあとこっち側ナイフ持ってそれでやってる。だから突き刺しだから早い、うん、切ってないから、はあ、ということで今回はヒロ渡辺先生のジークンドーを、はい、私白川龍二が味わいたいと思います。ヒロ先生、今日はよろしくお願いします。はい、わかりました。美しい合気道、最初あのワンインチパンチですか。あ、ワンインチパンチは一応トライで言ってきますけど、はい、石井戸郷がまあワンインチパンチ広げちゃったんだけど、まあ、ブルースリー解説でやってたんで、あれは循環グープで、あ、ジュンファングーフの技、うん、だから今東郷も今封印してます、まあ、そう、でも一応経験してもらうのもいいかな。先生の東郷のやつはね経験したの、はい、じゃあ僕が一回、はい、でブルース・リーのやり方はまずここからで1ワンインチでここからでこの形でジークンドーのこのアライメントの形で、でここからこういう感じで、で僕はこれをちょっと改良して交流の源氏交流の骨の移動でこの骨の方のちょっと軌道で割り目を行うんですね。ブロン、下に来たんです。いや、来ましたね。方向が違いましたね。2本目のやつは、はい、最初1本目はこうまっすぐな直線、2本目は斜めにこう極端に言うとこう行きました、ね、まっすぐ打ってんだけどエネルギーが下に行ってるんですよ。エネルギーの方向性を変えてるんです。骨の使い方でちょっとじゃあ同等性いいですか。あ、バラム君でせっかくだからね、はい、じゃあブルースリーのマッチになるか、はい、直線的にね来るでしょ。で、源氏交流はもうちょっとこれ柔らかいんで割り身を瞬間に行う。下に拳の形は同じなんですけど、やっぱ下に行かれこうエネルギーが下に行くんです。あのね、こうするの、こう英春拳もこうするんで、こうするんで浮いちゃうんですよ。それで飛ばされちゃうんですよ。ジークンドーはブルースリーはこうだったんだけど、僕はそのまま、ゲージコリーはそのまままっすぐで、で、ここで割り身ですね。ここで割り身をフッてして、した瞬間にこの重さをかけるの。この重さ、はいはい、かかります。この重さ、これで打ってる。だから下行っちゃう。ストレートリード次。オッケー。はい。ストレートリード。しっかりやんないと危ないですか、ヒロ先生の。あの、そう、あのね。手首やっちゃいますもん。ミットがポーンって飛んでホームランになった。本当に。たまに。道場でしっかりと。そうそう。で、はい、こうね、ミットってこうじゃなくて、はい、こういうふうに押さえる。そうするとミット飛ばなくて済む。はい。こうやって押さえてあげる。ミットを掴むような柔らかく掴む。で、まず基本的に、はい、フェンシング。このフェンシングの突きなんで、ジークンドーっていうのは、スリーを持たないフェンシングみたいなものってブルースリーは言ってるわけです。で、この構え、オンガードポジション、これがものすごい大事で、これでこういかにフットワークを踏んで、で間の調整をする。基本的にはまずイフォハンなんですよ。
距離が、はい、で構えるんですよ。ここで瞬間にスコンとそこに入る、いかに早くこの状況で、でここでこの距離でこの距離でこうフェイントキックといってトンポー瞬間にやる。もう一度お願いします。そこのとは違うでしょ。ちょっとフッ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 消えるような感じなんですよ。この距離ですよ。この距離でこうやってフッしたら OK ですね。トンごめん。トン、いや消えますね。一気に間合いが詰まりね、バーンってきますね。これちょっとこれもね、肩をしっかり今度はちょっと使う。ここじゃなくてここで受けてくれる。あ、分かりました。ここです。トン、ここです。ここにトン、急にパーン、はい、急に。本当先生の動きは直線なんですか。これね、フェンシー、あ、アルド・ナディっていうオリンピックチャンピオンのフットワーク、これをブルース・リーが研究してストレートリーディング。またその、やっぱ後ろのこのスティールステップっていうのを先生使うんですか。これ、そう、これはこれの距離がこの激突のやつと全く一緒で、こうした時にはもう腕は起動してて、このかかとがつく前にターゲットに連れてないといけない。だから体重が全部瞬間に乗るの。すごいなんか合理的というか、うん、本当に科学的な動きです、ね、そうそうそう、もう生理学からいろいろブルース・リーを研究して作り出した技術。これはストレートリーグ。ショールフックですか。で、シャベルフックっていうのは、はい、ミッドレンジからクローズレンジにかけての技なんですけど、手の形はここからこういう回転をしてここに入っていくんです。で、ミッドレンジなんで、はい、この立ち方がちょっと開くんです。はい、どこからね、軽く。あ、この回転が入るので響きますね。で、さらにこう、もし組まれちゃった状態だとここじゃないですか。で、今度ここでやったら意外とね、耐えられる。これはそれがゲンジコリの理論を入れて、重たいものを机に置くように、重さ変わりますね。こういうふうに僕は改良した。身体操作入りましたね。そう、で、これ骨軌道で持ってっちゃうとさらにガーンと入っちゃう。今はここの軸で打ってるけど、はい、今度は臨時高齢の骨のやつと前が左へずれて右が後ろへずれるんですよ。こういう割り身になるの。これはこう打つより少しちょっと低めに、うおっそれを急速にぶち込んで、ちょっと風、普通の、じゃあ普通のシャベルフック、あ、こういう感じ。それでも来るよね、普通のガン、はい、その後に先生だから、もうここへね、こう入れたらもう次、はい、すごい勝利にびっくりします。で、はい、で少しちょっとこれを含み身にして割り身でパーンって割っちゃうと軽くやっただけでこう、ここでも仕留めるし、2発目も用意されてるくらい軽やかに打った。そうだから脱力して、で、ほんのだから刹那よ、ほんの刹那だけ緊張させた力で引くんじゃなくて、脱力することによって引いてる。だからそうすると次が打てる。だから脱力と緊張のそのバランスを、はい、その引用のバランスをどう取るかっていうのは、軸のに限らず武術は大事。サイドキックも先生よろしいですか。まさにブルース・リーがオハラ、ロイヤルドラゴンで、ね、あのね、サイドキックも僕いろいろ改良して、はい、ここ、はい、ちょっと後ろに、後ろちょっと吹っ飛ばすもん。ブルース・リーってすごくこんな遠くからやる、練習して、で近づいてきてこの辺からで、ここでこういう感じでボーン、本当にかかともいっちゃうんですね。この三角形の集約で蹴ってほんとにかかとですよね。そう、こういうサイドキックなんですよ。つま先、つま先のサイドキック、どういう時に使うんですか、つま先のやつは。点撃、もう一度いいですか、点撃お願いします。さ
刺りますね。いや見たことないですね。見してないけど。ちょっとね、じゃ2種類いいですか。ちょっとでここから。あ、すごい。点もお願いします。点は例えばこの団地。点と違うでしょ。全然違います。いやでもサイドキックはびっくりしますね。抜けてみると。だから寝かしちゃうとダメ。直接顔これ肩の位置変わらないんですよ。そうそう。普通こう横になるのかなと思ったんですけど。入ってね、ここでバーンってそんなに強くいなくてドゥッって感じでショック与えるようにドゥッって言ってもバーンと本当に違って、いやもう本当これ軸のってやっぱり靴を履くのが重要ですもんね。そのいわゆる喧嘩でどれだけ早く仕留めるかっていう、うん、そう、まあブルースリーは6秒以内です。いや本当サイドキックってまさに、はい、先生かかとで来ますね。もう裸足より全然違います、うん、やっぱ靴履いてたら武器になります。あの僕はそう源氏コリーの理論を入れてるんで3秒以内に1人にかける時間3秒3秒以内に、いやじゃないとね5人6人相手ときあでもきつい。東郷先生もおっしゃってました6秒だったら遅いんじゃないかっていう。そうそうおっしゃってたんで、美しい合気道。はい、ということで今回も広渡辺先生に時空に乗せていただきました。先生ありがとうございます、うん、実際やっぱ受けると宝物ですね、うん、経験って宝です。経験ってすごく大事です。しかもこんなに短時間でたくさんの技を受けてやっぱその身体操作でちょっとした同じ形でも重さだったり方向が違います。で今回本格的なこの先生用意、まあ普段、うん、そう本部で教えてる時はこの格好で脂肪遊戯のこのハイカットバージョンです。はい、タクチャンネルでもヒロ先生とコラボしておりますのでぜひタクチャンネルもご覧ください。先生今日はありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。で皆さんご視聴ありがとうございました。今初めて明かされる美しい合気道の秘密、難しい専門用語を分かりやすく独自に言語化、 QR コードでいつでもどこでも動画が視聴できる、こだわりの美しい写真と美しい動画、臨場感のある解説動画、全200ページで送る美しい合気道の全てがここに。書籍美しい合気道角川より発売。